改めておめでとうございます。ありがとうございます。そしてお二人、メダルをまず見せてください。日本男子史上初ワンツーフィニッシュでの世界選手権となりました。表彰台立ってみていかがですか？いや、すごい嬉しかったです。本当に、フリーだけですけれども、いい演技できてよかったなと思います。町田選手はいかがですか？いや、僕も全てを出し尽くしてたので後悔はないです。本当にいい戦いができて本当に嬉しいです。来年は僕これ目指しますというふうに町田選手言ってますが、来年もこれ目指しますでもこのように2人で並んで表彰台、しかも日本開催、日の丸が上がっていくときってのはどういう思いでした？やはりすごい嬉しかったですね。僕自身初めて世界選手権に出させてもらった時も2つの日の丸を上げることができたので、またこの舞台で日本の地で君が代を聴くことができて本当に良かったなと思います。初出場でのこのメダルですか？いや、本当に光栄です。僕をサポートしてくれた方々、そして会場で応援してくださった皆様、そして日本全国、世界の中の皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで銀メダル取ることができました。順位が確定した後、お二人でこう話されているような感じもあったんですけど、どんな話をされてたんですか？どんな話してました？いや、でもね、本当に嬉しかった。もう20年スケートやってきたけど、一番いい戦いでした。本当になんか自分もフリーの方で意地を出さなきゃいけないような点数差があったんで、やっぱりすごい燃えました。僕もすごい楽しかったです。お互いいい刺激になったということですかね？もう本当に僕はすごいいい刺激をいただいたんですけれども、たつき君どうでした？いや、僕はいつもゆず選手からインスパイアされて頑張ってきたので、彼を目標に頑張ってきたので、来年は容赦なく容赦なくはい、潰しに行きますはいという、でも本当にこれ目指すから、はい、はい、本当にこれからはお二人、日本のみならず世界をリードしていく立場だと思いますが、今後に向けてお聞かせください。本当にこうやって3つの大きな舞台で金メダル全部取ることができましたけれども、ただやはりまだ実力的には足りないなという部分がまだまだ僕にはたくさんありますし、やっぱり表現の方もしっかりやっていかなきゃいけないと思うので、たつき選手の火の鳥、エデンの東のような素晴らしい演技ができるようにもっとまた頑張っていきたいと思います。いや、もうありがとうございます。いや、でも本当に羽生君はグランプリファイナル、オリンピック、世界選手権と本当にすごい尊敬してます。来シーズンはいいライバルで進めたら僕も嬉しいです。おめでとうございました。ありがとうございました。